フランシスコ・ロマン・ア・ラル・コンス・アレスは、スペイン・アンダルシア州マラガ県出身、レアル・マドリード所属のスペイン代表サッカー選手。ポジションは、FW ・ MF。バレンシア CF の下部組織出身。2009から10シーズンは、リザーブチームである、バレンシア CF ・メスタージャでプレーし、セグンダ・ディビジョン B で25試合に出場して1得点を挙げたが、チームは、 シーズン終了後にテルセーラディビシオンに降格した。2010年11月11日、コパデルレーの UD ログロニエス戦でトップチームデビューし、この試合で2得点を記録した。11月14日のヘタフェ CF 戦では、後半28分にアリツ・アドリスとの交代で途中出場し、プリメーラディビシオンデビューを果たした。 2010から11シーズンのリザーブチームでは15得点を上げて、グ軍ダディビシオン復帰に貢献した。2011年7月11日、マラが CF と5年契約を結んで移籍した。移籍金は600万ユーロ。11月21日のラシンサンタンデール戦で、移籍後初得点を上げ、翌週のビジャレアル CF 戦でも得点した。 2011から12シーズンは32試合に出場して5得点し、4位に入ったマラガは、クラブ史上初めて UEFA チャンピオンズリーグ出場権を獲得した。2012年9月18日、FC ゼニトサンクトペテルブルク戦で UEFA チャンピオンズリーグ初出場を果たすと、この試合で2得点を挙げて、チームを3から0の勝利に導き、マンオブザマッチに選出された。 マラガの上位進出に貢献した、イスコには、多くのクラブが獲得に動いた。レアル・マドリードへの移籍が秒読みとなった際、オーナーであるシェイク・アブドゥラビン・ラッサル・アルタニは、イスコのために、背番号22は、他の、どの選手もつけることはできないと敬意を表した。2013から14シーズン、編集マンチェスター・シティやチェルシーが獲得に動いたが、 2013年6月27日、レアルマドリードに5年契約で移籍決定。移籍金は3000万ユーロ前後と見られている。リーグ開幕戦となるレアルベティス戦では、スターティングメンバーに名を連ね、1ゴール1アシストの活躍でチームを勝利に導いた。その後も、第3節のアスレティックビルバオ戦で2得点を記録するなど、 リーグ開幕5試合で4得点を挙げて得点力を示した。しかし、フォーメーションが4から5から1から4から3から3に変わって攻撃的 MF のポジションがなくなったことや、インサイドハーフにコンバートされたアンヘルディマリアの活躍などにより、ベンチに座ることが多くなった。当初は初めてプレイするポジションに苦しんだが徐々に適応を見せ、カルロアンチェロッティは、 新たなポジションでプレーするイスコをかつての教え子であるクラレンス・セイドルフになぞらえて賞賛した。2014から15シーズン編集翌シーズンは UEFA スーパーカップと FIFA クラブワールドカップのタイトルを獲得。レアル・マドリード・カスティージャで監督を務めるジネディーヌ・ジガンは技術的には私と同じレベルにあるように見えると評しスペイン・シマルカもまた サンティアゴベルナベウで見ることができた最後の天才だったが、イスコの加入によって状況は変わったと称賛した。2015から16シーズン、編集2015から16シーズンより、背番号が23から、マラガ時代にも背負っていた22に変更となった。同シーズンに監督に就任した、ラファエル・ベニテス監督との確執が騒がれ、冬の遺跡市場での遺跡が報道されたが、 解任された、ベニテスの公認となったジネリーヌ次男監督のもと、信頼を取り戻し次男監督のウィジンでは、スターティングメンバーに名を連ねている。2016から17シーズン、編集2016から17シーズンの前半戦は、レギュラー格でなかったため、冬の遺跡で、遺跡報道がサインレシタが残留を果たした。2017年5月10日、欧州 CL 準決勝、 セカンドレグではアトレティコマドリードに貴重なアウェイゴールを決めて決勝進出に貢献した。このシーズンはリーガの5年ぶり制覇とチャンピオンズリーグ2連覇に貢献した。2017から18シーズン、編集2017から18シーズンは序盤からスタメンとして活躍している。二千十七年九月十三日、第六節のデポルティーボ・アラベス戦でレアルマドリードでの 公式戦において二百試合に出場した。二千十八から十九シーズン、編集シーズン開幕時こそ、新監督だったフレン・ロペテギの下で重宝されていた。ものの、ロペテギは二千十八年十月二十八日の FC、バルセロナ戦に一の5で敗れた二日後に解任。B チーム監督から途中就任したサンティアゴ・ソラーリは、自身の目指すプレースタイルとイスコのプレースタイルなどが、 合わないことを理由に、イスコをローテーションから外すことを決断。イスコは SNS でソラーリを批判するなど、不遇のシーズンとなっていたが、ソラーリも2019年3月12日に解任。ジダンが監督に復帰し、イスコ自身も先発に復帰した同月16日のセルタデビー戦で、先制ゴールを決めた。スペイン代表でのイスコ2009年には2009。 FIFAU-17 ワールドカップに出場し3得点を挙げてスペインを3位に導いた。2010年には SBS カップ国際ユースサッカーに出場した。2011年にはマラガでチームメイトのレシオと共に FIFAU-20 ワールドカップに出場した。コロンビアで開催されたこの大会で1得点を挙げたがスペインは準々決勝で敗退した。 2012年2月28日、U-23 スペイン代表に招集されて、U-23 エジプト代表との親善試合に臨んだが、この試合で出場機会はなかった。UEFAU-21 欧州選手権2013では3得点を挙げてブロンズブーツとなるとともに大会優秀選手に選ばれた。2012年5月15日、 セルビア戦と韓国戦に臨むスペインウェイ代表に初選出された。2013年2月6日、カタールのドーハで行われたウルグアイ戦にて代表デビューを飾った。2014年11月15日、UEFA ユーロ2016予選のベラルーシ戦で代表初得点を挙げた。ロシア W 杯予選のイタリア戦ではシュート決定率100%に、 パス成功率95%の数値を記録。マルコ・ベッラッティは、メッシでも、あのレベルに達していないとコメントした。2018年3月27日のアルゼンチンとの、親善試合でキャリア通じて、初めてのハットトリックを達成した。愛称は、マヒア。この愛称は、レアル・マドリード加入直後に、イケル・カシー・ジャスや、セルヒオ・ラ・モスラによって付けられた。 本人もこの愛称を気に入っており、上腕部に入れ墨を彫っている。強さと技術を合わせ持ち、俊敏さやポゼッションは、セルフィオ・アグエロに、プレーのビジョンや、ボールコントロール、パスの技術などは、ジネディーヌ時代に例えられる。スペイン代表においては、アンドレス・イニエスタの後継者とみなされ、イニエスタは、イスコを、スペイン代表の未来と語っている。また、攻撃面だけでなく、 守備も含めて、チームに貢献する。メッシという名前のラブラドールレトリバーを飼育している。2014年8月17日に第一子となる、長男が誕生した。2017年6月3日現在レアルマドリード。ありがとうございます。